Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、NCB 英会話教習所の思い出というこうテーマでお話をしたいというふうに思います。はい。この動画は特にですね、今はなきNCB 英会話教習所というこの場所にですね、通ったことがあるとか、あるいはその英会話学校がどういうところだったのかとかですね、興味がある方、そういう方にこう見ていただければすごく嬉しいなと思います。はい、僕自身ですね、この NCB 英会話教習所というところに通っていたんですけれども、あなたはこの英会話学校ご存知ですかね。はい、まあ、さっき言ったんですけど、今は無きなんですよね。はい、もうなくて潰れちゃったんですけど、2006年だったか、まあ、その前後ぐらいにですね、まあ、亡くなったとこう言われていて、で僕が実際に通っていたのがちょうどその会社が亡くなってしまう前の、2年間ぐらいだったんですね。僕が大学2年生の時にちょうどカナダの留学から帰ってきたんですよね。でその留学から帰ってきてバンクーバーに5週間いたんですけど、その行った理由っていうのは英検準1級に落ちちゃってすごく悔しくて、次こそは絶対受かってやると思ってですね、そのために最短で、受かる最短で自分の英語力を底上げしたいと思って、父親にこう相談をして、予算とかお金の面でちょっと助けていただきながら留学にこう行かせてもらった、短期留学っていう形だったんですよね。でその帰ってきてから1週間とか2週間とか多分しないぐらいでですね、紀伊国屋に行ったんですよ、新宿の。そしたら新宿の紀伊国屋でお姉さんがだったんですよね。洋書とか売ってる車でお姉さんがいて、綺麗なそのなんだ着物というかその洋服を、スーツみたいなのを着てですね、いかがですか、英語学校ですみたいな感じで言われて、ああいいなと思ってパンフレット手に取って、そこからなんですよね。でいいなと思って、行き始めたんですよ。でそれもですね、やはりそのすごくお金が、かかる学校なので、英会話学校って、どこも同じだと思うんですけど、すごく高いんですよね。なのでそれなりの出費はかなりしたんですけれども、それもですね、自分のその奨学金とか使ったりとか、父親に相談して、少しサポートしてもらったりとかしながらですね、1年から2年、2年弱ですね、行きました。大学2年から、3年の終わりぐらいまでだったんで、2000何年だったかな、2003年から2005年とか、それぐらいのスパンでですね、僕は行ったんですけど、で、どういうところだったかちょっとお伝えをしたいんですけど、あと、どれぐらいその英語力を伸ばすことができたとかですね、ちょっとお話しさせていただきたいんですけど、場所的にはですね、僕は新宿が一番近かったので、自宅がですね、その当時川崎区だったんですね。はい、川崎市だったんですね。麻生区ってとこだったんですけど、そこにちょっと住んでいて、大学通ってる時ですね、小田急線のですね、そこで、通っていて、で、そこからやっぱ新宿が一番近かったんで、新宿にあるNCB 英会話教習所に通ってました。でどういうとこだったかっていうとですね、僕ちょっと比較ができないんですよね、結論から言うと。すごくいいとこだったんですけど、結論から言うとですね、ただ僕他の英会話学校に行ったことがないんですよ。英会話学校ではなくて、英語コーチングスクールのプレゼンスっていうところには昔いてですね、そこもすごいおすすめなんですけど、そこは英語のコーチングをするところで、僕はTOEFLの受験の時に100点を目指すためのコースに入ってですね、通ってた時期があったんですけど、それは英会話ではないんでちょっと違うんですけど、なので英会話学校っていう言われるところに、僕は子どもの頃から英才教育を受けたわけでもないですし、13歳から英語を普通に学んできてですね、もしかしたらあなたと同じかもしれないけれども、そういう状態だったので、全然他の学校と比べることがちょっとできないのが難しさではあるんですけど、その NCB 英会話教習所だけ知ってる僕からすればですね、すごく合理的なシステムだし、先生の質もすごく高いし、その質がいいとか悪いとかもちろんいいんですけど、それだけじゃなくて面白いんですよね、先生がすごく面白くて、なんかいろんな風変わりな先生もいるし、風来坊かみたいなそんな先生もいたりとか、すごく面白くて、面白い格好をしてくる先生とか、すごくラフな格好をしてくる男性のなんか先生とか、かっこいい、まさにビートルズみたいな感じですね。着物とかそのヘアスタイルとかもそんな感じの、当時のそのビートルズのような感じの面白い先生もいましたし、かっこいい先生もいましたし、
まあ、いろんな先生がいてすごく出会いがあったんですよね、うん、で横のつながりもすごくできたんですよね。その時も大学 2年3年の時行ってたんですけど、やっぱり他の大学の同じレベルの子とか、まあ、男性も女性も含めてですね、やっぱりこうそういった、まあ、年齢が近い層の仲間と一緒にこう英語を勉強できるっていうのはすごく自分自身にとってもこう励みになりましたし、やっぱりそういったその仲間とか和とかってすごい大事だなって今振り返るとやっぱ思うんですよね。そういう場所があったからこそ英語のモチベーションもあったし、どん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 自分も英語力向上しようと思うことができたんで、まあ、そういうコミュニティって本当に大事だなって、まあ、今になって思いますね、うん。まあ、今僕はオンゴーイングでこう英語の学習をしているってわけじゃなくて、まあ、英語を生業として今翻訳家として働いてるんで、ちょっとその状況とか文脈とか場面全然違うんですけど、でも振り返ってですね、やっぱりその 英会話学校を通してそういったその仲間が得れたっていうのは本当にいい体験だったなって思うんですよね。まあ、中には本当にすごく親しくしてですね、本当にプライベートでも遊んだりとかお世話になったりとかするような人との関係も築けたし、本当にそのかけがえのない体験だったなって思うんですよね。でちょっとじゃあ英語のレベルとかですね、まあ、そこら辺の話をしたいと思うんですけど、じゃあどういうレベルだったかっていうとですね、いろいろそのランクが分かれてるんですよ。ビギナークラスからあっていろいろあって、で僕の場合はですね、英語そのなんか試験受けるんですよね、英会話学校って、まあ、その時もそうなんですけど、で受けたらプレイスメントテストっていうのかな、受けたらですね、まあ、S だったんですよ。で S っていうのは 何の S かちょっと覚えてるんですけど、スペリアルの S だったかな。で、その S 級を終えてですね、その次に、まあ、上から2つ目の A ってんですね、 A が Advanced Class なんですね。 Advanced Class、 その A を全部終えたところで、僕は辞めたというか、まあ、卒業したという形だったんですよね。まあ、A を全部終えて、そのクレジットが全部なくなってしまって、終わり、まあ、続けることもできたんですけど、まあ、ちょっとそのレベルがかなりその当時の僕にとってはすごく上に感じたんですよね。まあ、それとその自分の卒業とか大学の方の卒論とかも結構あったりして厳しくなってしまって、で通うことがちょっとできなくなってしまったんですよね。大学3年生までその川崎市に住んでたんですけど、まあ、そこから引っ越してですね、まあ、地元の、まあ、千葉なんですけど帰って、まあ、それでかなり買うことがまあ難しくなったので、まあ、行けなくなったって形だったんですけど、まあ、その最後のじゃあクラス何だったかっていうと、そのアドバンスクラス全部終えて、まあ、終了したんですけど、その上にですね、さらに一番難しいクラスがあって、それが Z クラスだったんですね。なんで Z なのって思いますよね。 S とか A とかまあまあわかると、うん、Z みたいなアルファベットの一番最後みたいな、まあ、それちょっと疑問になって、まあ、それ聞いたんですけど、僕結構そういうの疑問になっちゃうタイプなんですよね。結構どんどん聞いて解決するタイプなんですけど、なんで Z なのって言ったら Zenith Z stands for Zenith って言われて、 Zenith なんだそれみたいな、その当時の僕はですね、 Zenith ってなんだみたいな。 Z っていうのはその頂点、 Zenith っていうのは頂点って意味なんですよね。一番トップ、頂点、ピラミッドの頂点、 Zenith、そのゼニスの、ああすごいな、そんなクラスなんだな、やってみたいなと思ったんですけど、まあ当時の自分のレベルではちょっと足りなかったっていう状態だったんですよね。まあ、そしてその自分の状況が許さずに、Z クラスには残念ながら参加できなかったんですけど、本当に精鋭たちっていうんですかね、エリートっていうんですかね、素晴らしい人たちが学んでるような光景を目にしたことがあります。はい、でじゃあその NCB 英会話教習所の特徴ってどんだったのかっていうとですね、すごく特徴的なのは国連英検なんですよね。国連英検を、まあ、に特化した学習を教えるっていうところがすごくですね珍しかったし、まあ、そこに逆に僕は魅力を感じて腑に落ちて入ることを決めたんですよね。まあ、その当時僕は貧困っていう問題に、まあ、興味があって、でそのためにのそれをこう貧困撲滅のために寄与をしている団体の一つ大きなところが、まあ、国連だったわけですよ。ユニセフだったりとかいろんな団体あるんですけど、国連難民機関とかいろんなところがあるんですけど、そういうところをやっぱり将来目指したいってこう自分に思わせてくれたきっかけをその与えてくれたのが国連英検だったんで、そのこういう英検もあるんだと、普通の英検とかじゃないんだと、
そういった国連に特化した意見もあるんだ、まあ、そういうことを知ってですね、すごくやる気がみなぎってモチベーションになったりとかして、どんどん受けてたんですよね。で、僕の場合はその学校に NCB にいた時にですね、 A 級まで受けて受かって、で、まあ、特 A 級まで何回か受けたんですけど、やっぱりちょっとレベルがすごく難しくて足りなくて、まあ、その当時全然 TOEIC 840点とかだったので全然足りなくてですね、受からなかったんですけど、まあ、いつか機会があったら受けて受かってみたいなっていう思いは今でもあるんですけど、まあ、その試験が本当に特徴的な学校でしたね、はい、NCB 英会話教習所、はい、今ちょっと振り返るとですね、本当にさっきも言ったんですけど、コミュニティの形成とか本当に大切さとかに気づかせてくれた場所だったんで、本当に懐かしいなって思うし、まあ、思う反面、そのもう、まあ、ちょうど僕が卒業した終了した A コースを終了した1年後か2年後ぐらいにですね、もう倒産してしまって、今は亡き、会社になってしまったんですけど、すごく残念でですね、もしまだあるんであればなんか顔を出したりとか、まあ、先生、知ってる先生に会いに行ったりとか、いろんなことができたなって思うので、すごく悔やまれるところではあるんですけどね。なので、もしあなたがその NCB 英会話教習所のですね、まあ、奇跡的に元生徒、僕と同じですね、であったりとか、まあ、もしくは先生とかですね、まあ、ないとは思うんですけど、まあ、確かネイティブの人しか雇わないようなところだった気がするんですよね、覚えている記憶が確かな限りでは、うん、なのでちょっと日本人でこの動画を見てる方の中には、まあ、いらっしゃらないかなと思うんですけど、まあ、そのまあ、教務というかですね、そういったマネジメントレベルの中ではもちろん日本人の方は多くいましたけど、うん、まあ、その関係者でですね、この動画を奇跡的にご覧になってで、何かこう思うところがあったらぜひですね、コメント欄に寄せていただければすごく嬉しいですし、この動画こう参考になったとかですね、英会話自分やってみようとかですね、英会話学校ちょっと模索してみようとか、そういうふうにこう思ってくださったならばぜひですね、高評価、そしてまたチャンネル登録よろしくお願いします。僕のチャンネルでは普段はですね、英語力を伸ばしたい方や自己成長したい方に向けて動画を発信をしています。僕の動画をご覧いただくことで、あなたの英語力が伸びるだけではなくて、あなたが将来海外で活躍をするために必要なマインドセットや考え方を、あるいはスキルとか、そういったものをこう身につけることができたりとかですね、自己成長のために必要な気づきとか、発見がありますので、ぜひよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. May God bless you, your family, and your friends. Bye bye.